講座にね、参加してくれてた、パステルアート参加してくれてた人に、私がこういう経験したんだよっていうことをお伝えして、そして、まあ、1枚だけでもいいから、よかったら一緒に左手で塗ってみないって提案しました。で、みんなね、ちょっとそれ面白そうだから、じゃあ先生の提案乗ってみますって言って、提案乗ってくれて一緒に塗ってみたんですよ。すると、みんなやっぱり私と同じ、感覚。なんだこりゃ。綺麗に塗れない。うまく塗れない。これ何この作品とか色塗りみたいな。でも先生、すっごい気持ちよかったです。なんか子供心に戻ったような感じで、もう上手い下手関係なく、もう塗っちゃえっていう感覚でした。